ども大丈夫です。宮城県で津波が6メートル。入船北小学校が入った。かけるかける。うわ、来た。これ大丈夫ですか？これは。大丈夫だと思うの。宮城県南三陸町志津川。
地震発生直後、高台にある志津川中学校に避難。大津波が押し寄せています。高台に避難してください。津波に襲われる直前まで避難を訴え続け、避難してください。佐藤町長ら職員30人ほどが役場にしていた視聴者からの映像です。避難しようとする数多くの自動車が確認できます。大津波が予想されますので、急いで高台へ避難してください。まだ姿が見える防波堤の前を抜け、大急ぎで沖へと避難する漁船の姿も記録されています。地震からおよそ30分後、海は異様な盛り上がりを見せ始めます。聞こえてんの？下の白いやつは、うん、聞こえてんの、うん、うわ煙だね。うわ川入ってきた。誰、川を逆流する津波、これは地震発生直後見ながら町に侵入してきます。津波はまず志津川湾に注ぎ込む八幡川に沿って水しぶきを上げながら逆流してきました。マジの中越えてきてる。越えてきてる。チーバーやったら越えてきてる。マジの中越えてきてる。越えてきてる。いやいやいや、ずいぶん来てるな、あれ。逃げ遅れた消防車の映像も。大勢の人たちはまだ避難が完了していません。しかし大きな波が襲ってきます。12の都と道と県で990人以上に上ります。また行方不明者は合わせて731人以上、怪我人は1420人に上っています。志津川で避難した視聴者の方が撮影した映像です。海からの濁流が田んぼを飲み込む様子が、巨大な濁流が町を飲み込んでいきます。隣接する3階建ての防災センターの屋上へ移動。その後濁流が押し寄せました。これは現時点で確認できている人数です。建物道路の被害状況ですが、住宅など2514戸の建物が全壊、また405箇所で津波は町全体を包み込むように広がり、住宅などの建物を次々とみるみるうちに水位は上がると飲み込んでいきます。鉄筋の建物数棟を除いて全ての建物を押し流しました。一般の車両は通れなくなっています。交通情報にもご注意ください。避難状況ですが、岩手や福島など5つの県の海に近い病院も4階まで水に浸かっています。山にぶつかった津波は町の中で渦を巻き始めます。低く映しています。志津川の町が1日合わせて1350箇所におよそ21万人が避難しているということです。一方、町を丸ごと飲み込んだ巨大津波、私たちは逃げ延びた人たちの話から津波を継承しました。今もなお9500人が避難、住民たちは自分たちの町が消えていく様子をただ呆然と見つめていました。翌朝に撮影された映像にアンテナにしがみつく町長らの姿が映っています。
なんだよ、なんだよ、10メートルあんじゃんかよ。冷蔵庫が見えた、洗濯機見えた、まあ家そのもの見えてますけどね、当然。あと車ですよね、車とか、あと普通にまあ物置だったのかな、ああいう。暴れる力っていうか、人間の想像を超えてるというか、ブリキのものがガチャガチャってなんかすごい勢いでね、潰れていく様とか、沿って引き波が滝のように流れ落ちていたのです。時速36キロ、解析によるとこの付近の4階建ての建物には最大でおよそ60トンの力が加わっていました。ナイアガラの滝じゃないですけどね、もう一面この湾ですよね。して岸壁の高さは6メートル。